本日は 3.5 周年ガチャ、白バラ&アセルス編を聞いていこうかと思います。現在275,052ジュエルありまして、白バラとアセルス確保するまで全突破、天井突破を確保しております。できれば天井突破はしたくない。それでは運命の10連目行ってみようかと思います。白バラかアセルスが当たれば天井は免れる、もとい天井突破は免れる。それでは40連目いきます。白バラが引いたら白バラが当たれば30連目そこで終わることができる。回避、はい、白バラっぽいです。ミッタが来る、はい、バラが来た、これで白バラが来れば終了です。はい、爆発します。ムクチャピック爆発、白バラから、ピックアップ1体が確定します。白バラなら即終了、コンスタンツならコンプ確定、アセルスなら残念。はい、アセルスのピックがいっぱい来ました。いつもの、はい、アセルスです。はい、爆死でした。こっちの上に、それでは60連目いきます。はい、下バラが陽性で、もっと終わってしまいたいます。ここでホーム画面戻しの回答が来ます。白バラが当たれば、とにかく白バラが終わってしまいたい。終了、仏様力を貸してください。ホーム画面に戻りました。はい、ダブルクロス、レバーを引くのよ。ガチャ以外のところを爆発しません。はい、ガチャにもう一回行きまして、それでは70連目行きます。60連目です。どうせ天井行くならコンスタンス、はい、まあ白バラと言ったら、でも白バラが来てほしい。70連目です。はい、はい、これでは80連目行きます。はい、また白バラが来て終わりたい。折り返し地点の80連目。はい、マコ始めました。レバーを置くのよ。椿爆発はしません。はい、バッチでした。次は90連目です。はい、バッチでした。それでは100連目でした。ここであるいはホーム画面戻しての岡を通しましょう。ポンプしたい。もう天井が見えて、ホーム画面戻し、でも本当は白バラで行きたいところ。全然来てない。デイリーストア、もう白バラが当たっても、コンプバラがコンスタンツもらうかもしれない。買い物、バカタしません。そんな、120連目。買い物オカルト、一旦戻るオカルトも破綻で、120連目いきます。白バラで終わりたい。確認。はい、バラが走ったレバーを決める。はい、爆発はしません。一瞬確認からの、はい、もう白バラ来て、はい、終わらせてほしい。運命の100連目。はい、ウサギ走った。レバーを引くのよ。はい、白バラを確保しました。もう120連まで行っているので、もうあと30連回してコンスタンツを確保した方がいいんじゃないかっていう気がしなくもないんですけど、一旦ちょっとここで、ガチャの方は中断しておきまして、YouTuber の方とかの解説動画とかを見て、もしもまあコンスタンツ取った方がいいんじゃないかって思ったら、30連回して取ろうかと思います。取った方がいいんじゃないかなって気は今もしてるんですけど、とりあえず動画はここで終了しようと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。